瞬間まだ足りないって目覚めたい宇宙の眩しさに Wake up, wake up, wake up 宇宙で君を探して
急激に、新しいお客さんがぐいぐい増えてるので、結構ね、平均的じゃないんですよ、ノリが。毎回街によって、その日によって全然違って、東京でも5公演、今日も含めて5公演なんですけど、全然違うもんね。ほんと別なバンドみたいにお客さんのノリが違うので、今日はどうなのかな。勝手にやるけどね、俺は。もう勝手にやれますよ、もう。変に気負わずに行きたいから、って思ってます。長かったですからね。長かったね。予約終わるかと思って、嬉しくて嬉しくてなりませんよ。本当かよ。本当に。最初は居づらかったんですけどね、だんだんやっていくうちにやみつきになりますね。あまり人を見下ろすという経験はないですからね。ぜひこのバンドを全日本中の人々に知ってもらいたいです。いや、もう僕16年ぐらい前から聴いてますか。
まあでも前どんどんかっこよくなっていく、どんどん好きになっていく感じバンドですね。フリクリから気がつけた、それから全部買った、大好き。Thank you guys for making best music ever. You guys are my favorite band of all time. Love you guys. It's awesome getting to see you again. Please keep making awesome music. その外国人がねいてね、あのね、あのえイングリッシュソングがドキドキするんだよ。今夜ももちろんいい夜にしたい。OK?どこを見てたの落ち着かなそうね。
足で待ってる君の足音近づく瞬間を今から今だと It's still you cloud, this is love 君に会いたいな胸が痛くて泣きそうなのは君のせいだで僕はこう向かい合ってここにアンプ置いて向かい合ってやってますでベースの鈴木純がそこにいてってこう必ず向き合ってやってます万が一武道館なんかやっちゃう日が来てもここでホームグラウンドですね意外にここでたくさんの曲生まれてたくさんのアイデアが生まれて今日は僕は新曲を新曲をというか僕が二人の知らない曲を引き出すと新曲なんだなっていうことで合わせてくれます多分ねロックスリーコードのロックノールバンドとか多いと思うんだけど僕らみたいなジャンルだと少ないと思いますけども長年それでやってるんでいやもう他のパターン知らないですからうちはフルでやってきたんでなんていうかとっても当たり前なことですかね逆に他のバンドとか参加して曲作りを一からやったらものすごく戸惑うかもしれないですしそれはちょっと分かんないですねまあ基本的にドラムっていうのはまあ3つぐらいのパターン知ってれば何でもできるんでその中のどれかで回していくっていう感じですかそうですよねそうですよねって言われてそんなんで18年も食ってんのそう3つぐらいのパターン2つじゃ無理だ三つ知らん。僕はまず新一郎君がピロソ前にやってたケンジ&ザ・トリップスのあのファンだったので出会う前から、写真ライブなどで知ってました初めて会った時はモヒカンですごいこう怖いパンクの人っていう風に思ってたのに実際こう会うと、まあ、今日もだけど B さんモヒカンなんだけど B さんで、ね、現れてちょっとびっくりしたかななんかパンクの人はみんなラバーソール履いてるのかと思ってたぐらいの頃子供だから B さんと思ってしかも今の B さんよりも20年前の B さんはもっと衝撃的だったかな競馬新聞ポケットに入れてたね変わらないね変わらないね変わらないね
で真鍋くんは札幌でピロゾマイにやってたペルシャというバンドもとっても人気のあった、札幌でバンドやってれば誰もが知ってる大人気バンドだったので、まあ人間よりも先にもうギタリストとしては知ってたんですね。でそのバンドが解散してピロゾ一緒にやるときに、あの東京でまあセッションやろうと思って僕は空港に迎えに行ったんですけど、あのバンドをね、あのその前のバンドを解散して一夏サーフィンで遊んでて真っ黒に焼けてて、あの全く印象と違うというかタンクトップかなんかで着やがって大丈夫かなと思っちゃった。これよく空港で見つけたなと思ってイメージ違うのに。そう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 。でまあ僕もあのそういう海の遊びとか嫌いじゃないんで、すげえなすげえなって思いました一歩先を行かれてたの、うん、すげえなんだこれでも一緒にバンドやるのはどうかな夢の向こうまで僕は旅を続けるつもりだよ君を連れて。でも音楽ジャンルでいうと僕は本当に当時から様々なスタイルの曲を書いてしまうソングライターだったので、やはり本当にこうビートルズみたいにいい曲をやるっていうくくりしかないなとは思いました。そのバンド名つける時にもピローズっていうのが決まる、考えてる時になんかジャンルが特定できないようなのがいいよねっていう話をしてた記憶はある、うん、なんとかヘビーメタルとかすごいバンド決めつけてるねどう転がっていくか分かんないからそれを楽しもうかみたいな感じだったのかな。何かあるかもみたいな感覚を最初にセッションした時に思いました。まだ全然人間も知らないところでした。その夜にこう高円寺のうちのアパートでまあ酒でも飲んでみたいな、飲んだらやるっていうからやろうよとかやるっていう、うん、まだ
まあ、みんなそのスタッフからリクエストされてることに応えなきゃっていう気持ちもあったし、自分でもそれをやってやれば成功するんだという、うん、思い込もうとしてたので、自分に一番素直な言葉とか素直な、音符を生み出してなかった部分もある。心よりもその脳みそを中心で作ってしまったせいか、なんか熱い気持ちにならず、なんとなくライブやらなくなってってしまったりとかする傾向にあることがだんだん気づいて、もうね、もう何やってるのかなっていう、僕がロックをやりたいこととか音楽をやりたい、バンドをやりたいということはこんなことじゃなかっただろうとか、もっと本当にバイトしてギターを買ってライブハウスに立ちたいなとか、お客さんがいようがいまいが大きい音で鳴らしたいなとか、うん、そういうことだったのに、なんでこんなに変わってしまったんだろうと我に返って、自分がそのバンドをやってる、人生をかけてバンドをやってるってことと今のこの状況ってのは違うことだと、まあ、やっと気づいて。君といるのが好きで、あとはほとんど嫌いで、周りの色になじまない、出来損ないのカメレオン、優しい歌を歌いたい、拍手は一人分でいいのさ、ああそれは君のことだよ。まああれはまあ、奇妙なカメレオンの話ですから、カメレオンとはもちろん色が周りに合わせて変われるのが特徴じゃないですか。でも変われないカメレオンっていう、うん、色は変われないっていう、でももうその覚悟は決めた、そうやって生きていくぞっていう時ですかね。本当にこう恥ずかしながらこうちょっともう本人もリアルタイムで書きつつ、ちょっと泣きそうになってるっていうか、もう泣いたかもしれないっていうぐらいのテンションで、もうあっという間に書いたと思います。いろいろ説得されそうにはなったんですよね。そのまでのその 2,3 年やってきた積み上げたことをちょっと全部捨てるような、ピロソのイメージを全部覆すような曲ではあったので、まあ、反対するのは当然のことなんですけど、でもいや僕は相談してるんじゃない、報告してる、受け入れてもらえないんであればやめると、相手にされないならそれでもいいっていうか、まず自分のこととか自分の音楽を好きでなければ話にならんと思いましたね、だそこはまた極端にまた変わったと思います。今度はもしも全てが嘘で、ただ辻褄合わせで、いつか懐いていた猫はお腹すかしていただけで、すぐにパチンと音がして、幻でも、ああ手のひらがまだ温かい。その頃珍しく3人で飲み行ったりもした時期だし、それ以降はあまりないんですけどね。そういうバンドの危機的な時にやっぱり3人集まって飲み行ったりするのかな。だからそういう中でこう気持ちも伝わるし、まあ、考えてることも似てたりとかもしてましたね、多分、そこがあるから今こうその後のなんだろうね、好調期間もあるのかなと思います。こんなこと言うのもなんか不思議なんですけど、山中が大人の男になってったのを横で見たような気がしましたね。うん、なんて言うんでしょう、スタイルを他から素敵なものを取り入れてたのが自分から生み出せるようになって、なんかそういう外部のスタイルに頼らなくなった山中がすごいそこから魅力的に感じたといいますか、そっからだったんじゃないですかね、全てが始まったのは。うん、だから本当に自分たちが内面から自然に出るものをやりましょうと言った時がストレンジカメレオンだったので、そっからは本当に一括りできるぐらいね、人間も借り物じゃなくて、ストレートに音楽に反映できたんじゃないかなと思います。
確かめに行こう。
探し続けてんだよ。
なんかね、とにかく僕は毎年こう未経験なこと一つ、遊びでも何でもいいからやったことのないことを一つやりたいなって思ってて、その頃、まあ、今もちょっと思ってるけどでアメリカ行ってみようかっていうのでツアーを組んだんですね。アメリカでのピローズの評価とかいまいち半信半疑でよくわからないで行ったんですね。なんかグッドミュージックって言われた。おお。ピローズグッドミュージック。はいはい。食事に行こうと思って街に出たら、急にああいうピローズって声をかけられて、びっくりして、明日のショーを楽しみにしてるよみたいな。僕日本でもそんなことあんまないので、テキサスで初めて行ってですから、それは相当驚きますよね。自分たちがその、まあ、当然日本のマーケットで一生懸命やってたことが、なんか知らず知らずなんでしょうか、種がふわふわと海を越えて向こうで根付いてたっていうのに気づいて、非常に驚きましたけれども、なんかバンド活動としては本当にいいボーナスをいただいたなって感じしますね。やっぱ日本でやるのとは違う興奮もあったし、うん、面白かったけど、まあ一回やったら満足したっていうところはありますけどね。新次郎君はね、もう必ず行きたがんないので、最近も相談しないんです。あ、海外のツアーは。なんで行きたがらないんですか。まあ体調も壊すし、飛行機もめんどくさいし。英語もよくわかんないし、みたいな。ハンバーガービーク。ホットビーク。まあ一番の原因はパチンコ屋がないし、何にもやることねえぞ、オフの日に。
ファンサイトでその歌詞をローマ字で書いてるサイトが結構ありましてですね、みんな勉強して好きでいてくれて、それを勉強してライブにしてくれるのかなと思いますけど、ちょっとびっくりしたって言いまして、サビになって色の部分になったらめちゃめちゃうまいしな、当たり前よ、ね、まあびっくりしましたけど、もっとびっくりしたのは山中君の方が歌詞を間違えたというですか客の方が合ってるそれはびっくりだ。チーだ。もちろん日本で一番評価を受けたいし、歌詞を書いてる人間としては、うん、優先順位としては間違いなくそうだけれども、いやそれ嬉しかったですね。何か自分たちの価値を証明してくれるものの一つとして、かなり大きな一つとして僕の中では捉えました。うん。Come on, little bastards!
すごい目立ちたがり屋で、うん、ドラムでなんか歌の隙間には絶対こうなんかフィルやったりとかさ、そういうこともやってた時期もあったんだけど、邪魔にならないドラムがいいなと思ってますね。なんかこうやっぱバンドのメインは前にいる人たちだと思ってるので、その人たちがこう気持ちよくできるようにやるのが理想かな、うん、前がやっぱかっこいいと思ってやってるから、まあ、そういうバンドでやってきてるのが僕は幸せだなと思います。前がかっこ悪いからこっち見ろっていう、そういうドラマはかわいそうだと思います。忘れられないのは、初めてそのロンドンでレコーディング行った時にたまたま知り合ったそのジェフ・ベックのマネージャーみたいな人が、お前のギターユニークだ、うまくはないけどユニークだって、そのユニークってのはすごい武器だって話をしていただいたことがあって、あ、ユニークってすごい自分のキーワードかなと、うん、激しさだけでもない、優しさだけでもない、なんかわかんないギターの歌詞だけで伝わるものじゃない部分でちょっとだけ変みたいな、普通につるっと聞けない何か引っかかる部分みたいな、そういう部分は少しずつ散らばしてまぶしていきたいなと思ってます。あくまでもあの歌詞だっていうことで、詞ではないというか、そのリズムとメロディーがあって、あの人に伝わるものというか、なのでその意外と意味よりも重要にしてることが何、あの20行あったら5行ぐらいは意味が全くなくて、口が気持ちいいとか、ちょっと面白くないこんなのって冗談だったりとかっていう部分があります。そこは多分すごくこだわってます。あの日向にいるか日陰にいるかっていうとね、ものすごい日陰にいるイメージなんですよ、とにかく。だけど日陰にいるからといって、あの別にうつむいてるわけではないんです。日陰にいるけどめちゃめちゃ光の方見てるんですよ、もうずっとそっちにいるんだけどって、多分そういう歌が多いと思います。だから結構悲しい歌でも、変わってみせるとか、変えてみせるとか、何かを待ってるとかっていうキーワードが多分多いんじゃないかなと自分では思ってます。多分今の方が分かりやすくそれが形に出てきてますけど、あの明るいか暗いかっていうと、僕は暗い人間だけども、暗いのは後ろ向きってことじゃないんですよ。暗いけど前向きなんですよ多分、Light goes shooting star.
最後に聴きたい歌を歌ってやる。
希望の船が来たけど僕らを迎えに来たんじゃない、太陽に見とれて少し焦げたプリズムを挟んで手を振ったけど Can it feelでもやってればこう本当に谷すごい谷も経験してるし、まあ山も小山もあり、今も山、今はまあ18年だから一番山なのかもしれないですけど、まあ頂上じゃないかもしれない、まだ分かんないですよね。それで本当にいろんなことあったんだけど、やっぱりねどんどん忘れていくかな、いいことも悪いこともどんどん忘れて次に新しいことをやろうとしてるんじゃないですかね。割と前例がないバンドっぽい雰囲気は最近すごく思うんですね。こんな活動をしてきた仕方をしたバンドいないだろうと。だから逆に前例がない分だけ先が読めないし、そこはまた楽しいなと思いますし、それからどんどん、やることも興味のあることも人間性もかなり変わっていくとは思うんですけど、単純に今まで通りいい曲を書いて、いい演奏でライブができてれば、まだまだやってるんじゃないですかね。とりあえず解散したくないです。ずっとやりたいですか。あの同じペースでずっとやれない日が来てもいいけど、
やれるだけやりたいですかね。全く僕は曲を書けなくなっても、全くみんなに相手にされなくなってもやりたいですかね。自分で曲を作ったりとか、もしくは作れなくなって過去の曲でも、家でギター弾くよりも、家で歌うよりも、スタジオでアンプにつないでギターを鳴らしたいし、誰か一人でも二人でも見に来た人の前でやりたいし、長く続けたいですかね。あとは何もないです。多分本当に何もないです。インタビュー用に適当に答えることありますけど、本当は何もないです。何も考えてないです。もう本当にいい新曲を一曲でも多く作りたいっていう、次ならばもう一番いいのにしたい、自分でそう思う曲を書きたいし、そう言われたいかな。分かった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 、連れてってやる、この世の果てまで。
ろ。楽しかった、アド。お前ら一人一人乾杯した気分だ、俺は。ありがとう。アド、アド。じゃあ風邪ひかないように気をつけて帰ってくれ。じゃあね。